これ、週は株式会社の、えーまあ、私が働いていた、まあ、4期目の内容のものなんですけども、まあ、あの働いていた期間が、えーまあ、こちらの方で見ますと、うん、まあこういうふうな、えー、時期でありまして、まあ、これちょっと斜線入ってますけども、 まあ、2000年の10月からであってます。で、販売委託手数料というような形で、日給プラス不合とかそういうふうな形なんですけど、まあ、この辺のところに関しても、あの支払い全然足りてない状況でしたね。で、まあ、あの、この辺のところからやっとまともな、あの、時間給計算の、あの、形になってます。で、あの、この内容を見ていただいたら分かる通り、まあ、あの、 一応まあ基本給とか、あその前にここですね、えー、なんかね、これ5時ってまなってますけども、本当は17時って書くものであって、で仕事終わるのが、もう組まれてる、えー、シフトというか、えー、仕事内容が、現場が21時ぐらいに終わるんですよ。で まあそこは遠いからもう8時ぐらいで終わるんだったらもういいよというような形で,もう 8, で8時でええからもう終わって帰ってきてくれたらええからっていうことでまあ一部の地域とかはそういうふうな形で終わらせて 帰らしてはもらってたんですけども、そこから事務所へ帰ってくるまでに、例えば稲川からだと、えーまあ、川西いや稲川からだと、えー、北神戸店に帰ってくるのに1時間ぐらいかかります。で、次の日の投油を積み込んで、えーまあ、事務処理ですね。あの、まあ、こういうふうな日本みたいなものを書くんですけども、まあ、他にもあと用紙いろいろあります。その日の、えー、販売数量だとか、まあ、そういったものを書いたりするんですけども、えーと これね、ちょっと今週のこの最後の方の単価、この1190円っていうのは、これ、本当はね、もともとこのシーズン、こんな値段じゃなかったんですよ。最後の3月だけ、なんかわ、わけわかんないぐらい、えー、値段が安くなって、100円ぐらいかな安く販売を始めて、もう聞いていてよくわからない状況だったんですね。言ってることが、あのー、とびとびの話になってますから。 ごめんなさいね。あの、聞いてる人の方も話があれこれ振られて、あのー、わかりにくいと思いますけども、あのー、まあ、ちゃんと休日労働とか、あの、法定休日。だから、まあ、土日祝日のことですね。で、基本給時間外労働。えー、っとね、ちょっと待ってくださいね。ね、880円の25%で、えー、いくらかな。まあ、ちゃんと、その範囲内になってるのかな。 なってますね、えー。今頭の中で計算しました。なってます。で、それで休日労働で、えー、これね、時間外労働と休日労働とかが重なるんですよ。で、時間外深夜労働とかも重なっていくんですけども、えーっとね、まあこういうふうにいろいろ書かれていて、これ労働時間見たらびっくりしますよ。 これ、出勤日数27日で、えー、就労時間、あのー、5時までの時間をこれは表記しているのであって、時間外が1803.75、で、深夜時間が4時間とか、深夜勤務手当、要するに22時以降のことです。で 10.25っていうのも、本当のところどうかなって考えて、出勤日数27日あったら、多分こんな数字になってないはずなんですよ。で、あと休日が抜けてるでしょ。で、労働時間合計した内容は、その一月の労働時間なんですけど、364.75時間。もう上記を一視してるでしょ。で、まあ、こういうふうなね。 えー、形になっていて、金額見たら分かると思うんですけども、厚生年金、加入しさせてくれてないでしょう。で、これもね、この時確か年金手帳持っていったような気がするんですよ。で、これね、話がだいぶややこしくて、まあ、ここは、こっちはね、1月で、これね、労働時間だいぶ少なくなってるように見えるじゃないですか。まあ、けど、この労働時間ははっきり言って異常ですよ。300時間超え。これ、正月、1月から4日まで休みなんですよ。 だから、あの、1月は、この労働時間で済んでるだけであって、ふ普通の月、あのー、2月とか、えー、12月とか、11月とか、えー、3月とかは、まあ、こういうふうな労働時間であったと。まあ、大体これぐらいですね。まあ、住居手当とか扶養手当がないっていうのもそうなんですもども、この、休日もまず抜けてるんですよ。法定休日。 だから、契約書を交わしていったとしても、自分で見たときに気がつかなかったら、わからないっていうことになるんですよ。で、なぜこんなややこしいことになってたのか、僕もよくわからないんですけども、その当時の人間じゃなかったら、これ後で見てびっくりしたんですけども、えー、っとね、これが、えー、っと、ああ、だから、えー、えっと、 ああまあ、自賠責はちゃんとやっぱり入ってましたね。自賠責は入ってるみたいです。こ、まあ、この期間が、えー、平成18年からだからで、えー、平成19年の11月1日までありますから、自賠責はちゃんと入ってる。だけども、意保険は見たことない,ないんですよ。普通は入りますよね。で、まあこの辺のところは、あの 文字が薄くなってるから、まあ、あのー、わかりやすく、あのー、ちょっとお、これしなかったらコピーしたときもう絶対、もう映らないんですよ。これしなかった。でもこれしちゃいいっていうことになってます。これでも裁判所通ってますから。だからこれは、えー、っと、12月、えー、357.5時間。まあ、26日だから、まあ、それぐらいだと思います。だけど、まあ、あのー、 土,土日祝日の割増賃金とかの欄が見当たらないこれこれねで土日祝日のところの割増賃金がないのはなぜなのかがもうこれ全くわからない原因がえっ、ー、とねあと他にもあのー、物販報奨金っていうのがあってまあこの辺のところは何か売って 時だったただと思うんですけどもお米か何かこれねそこそこちょっと待ってくださいね他の欄見てもああ、まあ、たまにはあるけどもそこそこ僕お米お米も売ってたんですけどこんなものでしたっけ自分でも購入してみたこともあったんですけども定期的にお米を買ってくれるお客様がいたりとかして まあまあもう労働時間のところはちょっとメインに、なぜとんでもない労働時間だったっていうことを理解していただくために、これ3月なんですけども、横転事故を起こしてるんですよ。出勤日数が24日で、横転事故、タンクローリーの横転事故で、その当時の写真があるんですけども、これもね、こういうふうなタンクローリーがこういうふうになってる。ちょっとこれは分かりづらいと思うんですけども。 まあこの辺がタイヤなどで、えーまああの、この辺黒いビニールシートをかぶせてますけども、ケース入っているのはタンクローリーの中央部の中心部ぐらいです。高さ的に。ここはそこですから。だから全部が全部抜けてるわけないんですよ。これまず覚えておいてくださいね。これ重要なんで。まあまあ、あの右側のガードレールにぶつかって左側にこう振られてという形で、あの、溝、つまりそこにタイヤはめて、 えー、まあそういうふうな状況。あ最初に左の側溝にタイヤがはまったのかな。で、居眠り運転で。もうあんな労働時間させられてたら絶対そうなります。他にもあのー、事故を起こしている人はいっぱいいたんですよ。ここの会社。で、えー、っとね、新聞の記事見て驚かれると思うんですけども、これがね、その事故が発生した、 当日の日なんですけども、その出勤日数のことはねあの、この事故を起こしたその次の日なども出勤させられていたんで、あのー、その辺のことは、えーまあ、考慮していただいて、えーまあ、考えてもらってほしいんですけども、タンクローリー事故、えーまあ、北神戸線、まあ、阪,神阪神高速北神戸線のことを、反抗って、なんかすごい略し方してる、こんな略し方したら多分みんな、 どこの道路のことなのかわからないと思うんですよ。阪神高速道路北神戸線が正式名称。新聞の書き方もものすごくいい加減。という1500リットル流出。売れてるのが、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。リットルで見たら、そう、えー、1768リットルの販売をしてるんですね。3600リットルから1768 8リットルを引いてもらったら分かると思うんですけども、まあ、残りが、えー、2000リットルはないです。で、タンクの亀裂入ってる位置が、高さが、あのー、タンクの、まあ、この図で見た方が分かりやすいですね。ビニールシート貼ってますけど、この辺です。高さ。だから、一番そこから全部抜けたわけじゃないんですよ。だから、こういう風に、100リットルですって書いてるんです。 わかりますあの新聞の記事の作り方ってものすごいいい加減なんですよ。で、僕の名前。で、あのー、灯油約1500リットルは路上,路上に流出した。まあ、淡いさに怪我はなかったっていう、まあ、この文章に関してはいいと思うんですけども、まあ、人間としての、 ねえ、その、労働時間、現場で聞いたら分かりますから、すぐ。なぜ居眠り運転になったかって。まあ、なんか今、電波でアホやっていう声が聞こえてきたんですけども、あのー、子供の声ですね。会社にさせられるんですよ。上司とかに。あのー、もともとそういう会社なんですよ。で、その人たちが警察官だったりするんですよ。むちゃくちゃでしょ。これがこの世の中の実態なんですよ。 で、この辺の、じゃあ最初の方の支払い方聞いたらもっとびっくりしますよ。この最低賃金法ギリギリぐらいのラインのところ、880円って言ったら、まあもう大体それぐらい。で、えー、支払いが足りてない部分もそうなんですけども、住居手当、不要手当もないでしょ。で、それそういうのだけじゃなくて最初の方どうだったかって言ったら、日給プラス具合だったんですよ。で、日給1万1000で、灯油が3500リットル以上売れたら、 3500円プラス上乗せなんですけども、これだと最低賃金を逸脱するんですよ。朝の8時から、えー、夜の、早くて22時30分ぐらいで帰れる状況でしたから、 特にコロコロなんか新人の年で年末に13連勤させられてもう体ガタガタなってもう本当にあの緑が丘西でまあ1万リットル週5日の出勤だったらまあすんなりえ21時ぐらいに終われるんですけども現場それがもうもうもう23時ぐらいまで 22時かな ?22 時過ぎかな現場の方でもうそれぐらいかかっていて、もう体はもう,もう,もう全然もう睡眠不足プラス連日のその、あのー、年末はたくさん売れる時期ですから、もう体が持たない。で えー、販売委託手数料とか書かれてるんですけども、まあ、それが先ほどの、あのー、3500リットル売れたら、えー、3500円、それが率が上がっていくんですよ。7000、えー、リットルだったらいくらだと。まあ、もっと細かく言うと、500リットル単位の刻みだったと思います。だから3500の次が4000リットルで4千五百5500、6000、6500、7000、7500、えー。5, 8000、8500、えー、9000、9500、えー、1万リットルとで。1万リットル売ったら、えー、プラス、えー、3万円みたいな形なんですけども、それまで3500リットル売れるまで、11月の上旬なんか、まずなんか、まずないんです。あ上旬というか、11月いっぱい、まずないですね。3500リットル以上売れることが。特に1週間のうちに2回行ってるところなんかは、 あのなかなかお客さん、まあ、重複しているお客さんとかがいるだけで、えー、年末とかに大きな数字が出るだけで、えー、例えば緑ヶ丘西と青山町という一部、えー、兵庫県三木市なんですけども、えー、お客さんが年末に重複して出てくるんですよ木曜日と土曜日に、えー、巡回をしてたんですけどもだからそこで1万リットルという数字になるだけであって 他の月はそんなにたくさん売れないんですよ。冬場でも、あのー、なかなか、えぇ、ー、5000リットルをオーバーする日が、通常の冬の気温の時、まあ、暖冬だったんですけども、まずなかったんですよ。じゃあ、出勤時間が朝の8時からですよ。で、夜の22時とか23時とか、もう、もう、事務所処理、その、年末のその、 もう完全に体がガタガタになって、えー、もう帰るのもう0時00ぐらいになった日がありました。そうなると、あのー、他の日もそうなんですけども、完全に足りてないんですよ、支払いが。最低賃金法が逸脱するんですよ。でえー 委託金っていうのを会社に納めさせられて、シーズンが終わったら、あの、一冬のことをシーズンって呼んでるんですけども、一冬終わったら、そのお金を支払いますっていうことで、何十万か、まあ30万以上は多分、会社にある。まあ、どれぐらいだったのかな。結局、その辺のところはまあ、はっきりわからないんですけども、まあもう、足らないもんだらけで、 もう話めちゃくちゃなんですよ。で、その次の年が、歩合制っていうことになって、1リットル売れたら、4.3円か4.8円っていう話だったんです。いや、本当に。で、それも多分ね、最低賃金法からの計算でいくと、足りてないと思うんですよ。で この頃ってね、まあ年末にだから1万リットルとか売れたりするところは全員、全従業員、一、えー、つ以上は絶対、えー、持たなきゃならないっていう形だったんですけども、あのね、それだけ力仕事をしていって、その、商用とか何もないっていうことなのであれば、これはそれは人、なかなか続かないですよ。ただいさえ半年間だけの仕事なんですから。 でえー、ここが4.3円だったのかな。で、この4.8円かな。4.3だったような気もしますし、まあなぜ4.3円でも多分全然足りてないと思います。で、な、え、ぜ、ー、労働時間が長すぎる。ただしこの年だけ週5日の出勤。だからまあ労働時間で言うと、1月280時間ぐらいですね。 で、この2005年の10月から2006年の3月末までに関しても、えー、この辺も不合い。で、えー、この頃は、えー、元う問の人感が1490円とか1390円だとか、まあああいうふうに外から本鳴らしてきて、威嚇行為するにいっぱいいますから、頭の中の何か考えてる内容とかに反応して。もうあの本の鳴らし方で喧嘩打ってくるやついっぱいいます。挑発行為、民法でも刑法でも違反してる。 で、大体中見たら、あの、老人が乗ってること結構多い。で、もたまにもう足元がしっかりと定まってない老人とか運転してるときありますね。要するに、もう認知がちょっと入ってるんですよ。だから、本鳴らすぐらいだったら、まあ、クラクションと言ってもいいんですけども、ブレーキ踏むかハンドルを回すでしょ。本当に危なかったら。だら、本なんかもともと必要ないんですよ。 だから僕、この仕事していて本鳴らすことなんかまずなかったですね。クラクションでもいいですけど。 もうまなぜ、ここでも、あの、足りてないものだらけだっていうことが、まず、え、理解していただいたと思うんですけども、その高速道路で、え、横転事故、これはもう会社に原因がありますよ。裁判、裁判が開かれて、え、この手の書類、もう、こういったもの、意識全部揃えて、裁判所に提出してましたから、それは、あの、訴訟費用の救助申請が通って、法廷が開かれて、裁判官の方がはっきりと言ってます。え、会社が悪いですと。 このちょ、とんでもない長時間労働、これはもう大問題であると。で、えー、そのタンクローリーに関して、あのー、まあ、いろんな回答書とかがいろいろあるんですけども、まあ、あの、これがその一部なんですが、まあ、この中でね、うん これ、元の会社をたどっていくと、まあ、修は株式会社ということになっていて、あのー、元々の会社は修は株式会社なんですけども、藤士工ゆさんの下請け業者だったんじゃないんですかね。こういうことなんですよ。藤士工ゆ株式会社に、えー、合計請求金額40万円ということで、請求かけていて、 で、まあえー、いるんですよでこれがテレビ局の関わりうんんとかで、スポーツの勝ち負けで遊んではないルールとかに当てはめ込めようとして、そういうふうな働き方になっていたのか。だから、富士重工でいうと富士グループ、あーまあ、富士工友さんでいうと富士グループで、富士重工、富士フィルム、富士薬品、もう絶対薬品会社ついてます。あの大きなあ大、まあ、財閥といっていい企業は。 これがなかなか厄介な精神病院の話とかと繋がっていくんですけども、精神を生産されなくなる薬とか、それを飲ませて閉じ、精神病院に閉じ込めて、まあ、あの隠蔽しようとしたりする。で、えー、昔からその状態が、状態化してるんですよ、常習がで、これ、なぜそういうふうな事態が発生するかって言ったら、労働者、事故した人間が悪いっていうような認識、一般人の人は持たれるじゃないですか。 でただし、い話聞いてみたら、一月の労働時間、こんなに無ちゃくちゃな時間働かされていたのっていうことを聞いたもうみんな驚愕するでしょう。364時間以上。で、この数字も本当にこれで収まってるかどうかわからないですから。タイムカードさっき押しといてとか、そういうふうな時ありましたから。でね、えー、っと、もうちょっとね、もう。 何説明しましょうえー、っとね石油の採掘権とかは日本は、えー、それなりに持ってるんですよで富士高油っていうのはた、えー、多分ね僕は小学生の頃学校で習った教科書だったんですけども岡山県に確か富士グループの,あの石油の精製所があったと思うんですよ な石油の生成所があったということであるのであれば、海外で生成して運んできたんじゃなくて、自国まで元々の原油を運んできて生成していると。まああのまあ ちょっと温度を加えることによって、軽、えー、油とか、灯、えー、油とか、えーまあ、レギュラーのガソリンだったり、廃クだったり、まあ、そういう風に分類されていくんですけども、まあ、そういう風に加工をするんですね、あのー。元々の石油から。またあの本を鳴らしてきたでしょう。あのー、本を鳴らして、その、ね、あのー、医学行為をしてくる。 まあこれはグループの売上高なんですけども、元々のその会社が1988年ぐらいからまあスタートしてることをまあ表記してるんですけども、だから、これね、まあ、あと、その当時のえエリア、兵庫県だけで、須馬店、西神戸店、北神戸店、姫路店と、あと、淡路島にえありました。で、 えー、会社がだから急拡大してるんですよ。も,もともと大阪の堺、ここは本店で、えー、スタートしてるんです。まあこれタンクローリーの、あのー、中古の、えー、販売価格なんですけども、まあこれは、まああのー、上にスピーカーとか載せてなかったり作業灯とかがついてなかったりなどで、えー、まあ これにもう少し、まあ、あの、まあ、けどまあ、中古車なんで、まあ、あくまでも一例として、えー、まあ、これが何、どれぐらい走っていたタンクローリーなのかも、ちょっとわからないんですけども、書いてるかな。ちょっと待ってくださいね。うん、書いてないですね。もう、あと、もうこの辺のところ、えー、ええー、黒塗り。 もうこの辺はまあまあ、う7号証拠として、まあまあいろんなものが、こういう会社の登記簿とか、これも会社の登記簿でこうつけた方が良かったかどうかは忘れましたけども、もう今、裁判所の勤務者の人で、昔一緒に働いたことのある人で、その人の声で今、電波でプッとかあの言われてるんですけども、 これがね、あの、スポーツの勝ち負けでそうなってるのか、何なのか、電波の仕組み。まあ、よくわかんない人は、一旦話しするしてください。もう、見せられないことになってるんですよ。これ、バレたら、さらに、そこの会社の,あの、店長をしていた者が、課長をしていた者が、警察官だったと。で、さらに言うと、この社長の、えー、っとね、ど、どこかに、まあ,あった。 まあ、この当時は取締役で、その後代表取締役、まあ社、社長って確か、その当時から言われてたはずなんですけども、矢野秀和さん。この人もね、もしかしたら警察官していた可能性あるんですよ。この横転事故の後、あのー、制服着た2名の警察官の人に連れて行かれてるんですけども、両サイド固められて。で、その時に、僕もしていたことがあるからって言ってたんですよ。 で有馬警察署で後ろ姿だけでこう頭の中でねあれこの人矢野秀和さんじゃないかなって思ったんですよそしたら「君が思ってる人じゃないから」って言ってきたんですけども声が完全に矢野秀和さんの声だったんですよこの何でしょうねこの 冬季賞与文は、この明細書にな、あれ、あったかな冬季賞与文これ、12月13日でしょうこれ、明細書、12月の13日、12月分、これ12月分。見当たらないですね。やります、ここまで、普通。え ないですよといっても、あれだけ、ね、あの遠方まで生かされて、で他の業者さんと競い合うような形で、まあ、なんとか、まあ、年末とかに、まあ、あもうこの頃うもう,う2005年ぐらいの頃なんかもうあんまり大した売り上げなかった頃ですね、2005年、2006年、その販売数量は、まあ、金額的には。 というのを人当たりの値段が上がってるから、金額的に売り上げを見ると、会社の、のさっきの,あの棒グラフを見ると、売り上げ上がってるように、上がってるというか、ちょっと下がってるぐらいにしか感じないと思うんですけど、販売数量がもうガタ落ちしてたんですよ。という人が790円の頃と比べたら、抱えてる顧客、お客様の数ですね、冬来た時にあに、毎週買っていただけるお客様の数が、 もう半分ぐらいか、3分の1ぐらいになってたんですよ。まあ、半分ぐらいかな。か昔の方が、あの、売上げ、えっとね、ちょっと待ってくださいね。店舗の拡大とかあるんで、まあ、この辺の頃はまだ、あの、九州なんかはなかったですね。えー、っと、2000年から2001年にかけて、兵庫県の須磨店とかが、 で、きた頃ですねでその2001年頃に長、えーとね、長野、長野県、長野県にも、えー、店がオープンした頃だったと思いますね。だから、店舗の拡大とかあるんで、この辺のところはもうあんまり当てにしないでください。あの、賃金しっかり支払ってくれる会社かどうか、そこなんですよ、重要なんで、こんな黒塗りのものなんか普通出さないですよ。 この物販報奨金のところとかも、本当のところどうなってたのか。なんかもうよくわからないでしょ。こんな黒煮されたら。で、ここもなんか数字見えるでしょ。3377かな。788。ここにも何かあるような気も。けど、こんな数字はないはず。なんでしょうね。 7 2つ並んで見見ええるように見えますこれは33で分かると思うんです後ろも88で分かると思うんですここちょっと謎なんですよね。あとここもあの本来数字あります。だからもうこれ全部バレたらもう,もうかなり大変なことがありますよ。 コンピューターが多分言わせようとしてると思うんですけども、あのー、他にも、あのー、支配人として門谷統括という人がいたんですけどもその人ももともと僕はここの会社で働く前に大阪ヒュートンホテルに現れてるんですよねでその週は株式会社の仕事自体子供の頃から、えー、関わってる可能性が非常に高い僕は小学生か幼稚園の頃 の話なんですが、これ、あとこの、これ見てどう思いますこの訳のわかんないものを見て。 なんか変でしょでどこかでねなんかあのサイバー攻撃なのか何なのかちょっとよくわかんないんですけどもこういうふうな書類が出てきたとか何かそういうふうな、まあ、言い訳じみたことをまあ最初言われたんですけどもだから僕もコンピューターのその変な誤作動の仕方とかサイバー攻撃を自分が被るようになってから本当にそういうことがあるんだ